はい、皆さんこんばんは。今日も、また前回に引き続き、ウカ個体のね紹介をしていきたいなと思います。今日はね、一種類です。もうね洋室の方から全部出してるんで、サイズだけね測っていきたいなと思います。まずねこの小馬車のミニ、これに入っている個体から測っていきたいと思います。はい、ノギス準備します。はい、まず1頭目ですね、こちらになります。こんな感じですね。はい、サイズ測ります。ちょうど今当たってます。はい、 89.99 か、まあ、ちょっと測り方によっては81あるかなぐらいですね。はい、まず1頭目こんな感じですね。はい、ちなみにこれは、本土平田ですね。うちのオリジナルの本土平田です。もちろんね、マット飼育で孵化した個体になります。はい、じゃあ次この個体いきたいと思います。はい、こちらになります。もうね見た目からしてさっきの個体よりはねちょっと小さいですね。はい、それじゃあサイズ測ります。はい、ゼロ。はい、今当たってます。はい、77。うん、やっぱさっきのより小さいですね。こんな感じです。ちょっとピントが合わんかな。はい、こんな感じですね。はい、次行きます。はい、次この個体行きます。この個体ねちょっとまだ赤いんですよね。ちょっと赤いです。はい、軽くねノギス当てたいと思います。はい、ゼロ。はい、ゼロですね。はい、こんな感じです。はい、79。これも多分ねまだちょっと赤いんで縮むと思うんで、80ミリはねないでしょうね。はい、次いきます。はい、次この個体いきます。はい、測っていきます。はい、ゼロ。こんな感じですね。はい、81。うん、もうこれもね80合ってくれました。これもねもうお尻はちゃんとね閉じてます。体もねもう赤くなくて固まってます。はい、じゃあ次行きたいと思います。はい、この個体。はい、これちょっと小ぶりですね。
はい、ゼロ。はい、こんな感じです。74。まあ、ギリ親声ですね。親はね、天然のね、73ミリあったんで、まあ、ギリ親を超えてくれました。はい、続きまして、最後の答えになります。はい。こちらですね。これもあんまり大きくないですね。はい、ゼロ。はい、こんな感じです。78.9。微妙ですね。測り方によっては79あるかないかでしょうね。まあ、これもね、もう体固まってるんで、縮むことはないと思います。顎はね、こんな感じ。こっちのね、九州の方で取れる平田クワガタはね、比較的こう、対馬系っていうんですかね。顎が長いタイプが多いですね。でもね、やっぱ短いのもいるんで、同じ木でね、平田クワガタ採取しに行っても、同じ木に長いのも短いのもいたりするんですよね。面白いですね。はい、こんな感じです。はい、ということでね、今日は、オリジナル乱状血統のね、平田クワガタオス6頭のウカ個体の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。